はい、皆さんこんにちは。 RWS ドリブル塾愛知岐阜支部担当の福田コーチです。今日は絶対に覚えておくべきフェイントを5選という形でやっていきたいと思います。今回紹介する5つのメニューは、試合でも使いやすいフェイントになっているので、ぜひこの動画を見ながら練習してもらえればなと思います。それではレッツゴー。はい、1つ目のフェイントはシザースになります。皆さんよくご存知だと思うんですけど、ボールを内側から外側に1回またいで逆側にボールをかわしてあげるようなフェイントになります。コツは回してから次ボール触るときにこれを素早く触ってあげると速いシザースができるようになるので意識してやってみてください。はい、それでは2つ目のフェイントはダブルタッチになります。このダブルタッチなんですけど、得意な足、苦手な足って触るときに、ここの幅、タッチの幅を大きく、早くやってあげられると、めちゃくちゃいいダブルタッチができるようになるので、ぜひやってみてください。3つ目のフェイントは、インアウト、インアウトになります。このインアウトなんですけど、得意な足の親指から小指、この動きを滑らかにめちゃくちゃ速くやると、こんな感じで滑らかで、相手の逆をつけるようなインアウトができるようになるので、ぜひ練習してみてください。はい、それでは4つ目のフェイント、4つ目のフェイントはアウトインになります。先ほど3つ目のフェイントではインアウトをやったと思うんですけど、次はその逆でアウトサイド小指で触ってから次親指インサイドで触ってあげるようなフェイントになります。このフェイントなんですけど、よくバルセロナのリオネル・メッシ選手が使ってるフェイントになるんですけど、これもカットイン中に行くと見せかけて素早く縦に行くようなフェイントになっているので、これもぜひ練習してみてください。5つ目のフェイントはグリロナチョップになります。フェイントの名前の通り、現ユベントス所属のクリスティアーノ・ロナウド選手がよく試合で使うフェイントになってます。このクリロナチョップのコツなんですけど、ジャンプしながら足をつく前に得意な足で触って着地っていう風にやってもらえるとスムーズなクリロナチョップができると思うので、ぜひ練習してみてください。これのいいところなんですけど、縦に行くふりをして、得意な足でチョップして、相手の逆をついたりだとか、シュートのフェイントの際に相手の逆をつくようなフェイントになっているので、これもぜひ習得して試合で使ってみてください。 YouTube の方最後までご覧いただきまして誠にありがとうございます。現在 RWS ドリブル塾愛知岐阜支部では、月曜日に愛知県の刈谷校、火曜日に愛知県の知立校、水曜日に愛知県の豊田校と岐阜県の岐阜校、木曜日が愛知県の豊橋校、金曜日に愛知県の北名古屋校と岐阜県の蟹校の以上の7校の方を開校の方させていただいております。僕が担当する愛知県の北名古屋校と岐阜県の岐阜校ではまだ開校して1ヶ月なんですけど、子どもたちすごい自分と向き合って毎回の練習を真剣に取り組んでくれてます。
まあ、わずかですけどすごい子供たちも成長が見えてきて、僕もすごいやりがいの方を感じてます。 RWS ドリブル塾ではドリブルだけを教えるのではなくて、やっぱりサッカー以外のところをすごい伝えたりしてるので、そういった部分ではスクール生の子はやっぱり大人になるのがすごい早いんじゃないかなっていうのは感じてます。具体的な例を挙げると、まあ、水筒をきちんと全員が並べたりだとか、コーンとマーカーとか使ったものをすぐ走って回収したりだとか、集まるときには、まあ、走って移動したりとか、話をしてる人の目を見てしっかり聞いたりとか、そういうことが、まあ、僕のスクールでは1ヶ月しか経ってませんけど、すごい変化が出てきてます。ぜひ体験をしてみたいと思った方はこちらの東海支部の公式 LINE の方に体験の方お願いしますという形でご連絡の方いただければ、僕らの方で対応の方させていただくので、ぜひスクールの方遊びに来てください。必ずサッカーも上手くなるのはもちろんですけど、まあ、人間的な部分でもすごい成長すると思うので、ぜひ遊びに来てください。それではご視聴の方ありがとうございました。